はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。いやもうね、フローズンファンタジーが終わってね、見てください、もう35周年仕様になってますよ。ということでね、もうここにね35周年のねオブジェがあるので、ちょっと今日はねそれを見に来ました。はい、こんな感じなんですけれども、すごいでっかいんですよこれが。ちょっと見てみましょう。こんな感じですね。で、一応ねあのフローズンファンタジーの時も、この辺はねもう変わってたんですよ。だけどこれはねなかったんですけど、次の日来てみたらもうこんな感じでね、でっかいオブジェが出てきました。いやーすごいですよこれ、お金かかってますね。でここになんかミッキーがいっぱいいますね。でここもミッキーですね。全部ミッキーですね。まだねこの下の方は見れないんですけれども、こんな感じです。でここに35周年のロゴもありますしね。いやー楽しみですね本当に。ちょっとこのまま後ろの方も見てみましょうか。ちなみにミッキーの35周年のコスチュームこれですね。その前にバーバのやつ先にやってから。30周年はねここまでオブジェなかったので、なんかちょっと寂しいなと思ってて、35周年どうなるかなと思ったんですけど、なかなかねお金かかってるので楽しみですね。あ、15周年ですねこれ。でここ10周年ですね。あ、気づかなかったんですけど、これあれだ、5周年ずつのミッキーですね。おお、これは素晴らしい。もうね35周年楽しみですね。はい、ということで、35周年ね、あの4月の15日から開始ですので、ぜひ皆様も見に来てください。今現在もねもうこのオブジェありますのでね、35周年始まらなくてもこれだけは見れますので、もしよろしければ見てみてくださいね。はい、ということで、今日はですねこれで終わりにしたいと思います。ジョーマジックでした。ありがとうございました。バイバイ。